明日の章ってことでね、見ていきたいと思います。秘密結社フガマ総水ハッチでございます。こちら小倉の QS3 歳一生クラスの芝 2000m 戦ということでね、まあこのレースなんですけれどもね、まあとりあえずちゃっちゃと当てていきましょうかって感じでね、まあ、こんな感じでいきたいと思います。軸は4番の里のシュトラーセ、マイル1番人気。前走のね、京都2歳ステークス3着。この時の勝ち馬がホープフルステークスで、まあ、寄れなきゃ勝ってただろう、お前っていうね、2着の、新エンペラー。ってことでね、ここも期待はできるぐらいの、ここのね、まあ一勝クラスの、ローカルの一勝クラスのメンバーだったら期待ができると思います。まあ、そして3番、オールナット、前売り3番人気。昇級初戦の前走、重賞は、まあ、3馬身差の7着。まあ、里のシュトラーセとかね、その辺には先着を許しましたが、前に行けるっていうのはね、この小回り小倉では、まあ、有利な客室かなっていうことで入れておきたいと思います。そして6番のマイネル・レグルス。マイネル軍団期待の両決馬でね、まあ、一等星の名前を付けた。まあ、大体星の名前でね、付けるときにはね、まあ、何等星っていうのでね、まあ、二等星、三等星の名前をね、場面に付けるようだと、いや、一等星の名前じゃないんかい、期待度ってその程度かって感じで終わってしまうんですが、そういう意味では一等星の場面で、まあ、前走未勝利戦を三馬身半差の圧勝。まあ、レグルスといえばね、一等星の中では、抜けて一番暗くて、まあ、前天で21番目に明るい星ではありますが、まあ、そんな感じのね、フロックでの G1 勝ちは期待しておいてもいいのかなぐらいのレベルにはあると思います。まあ、そして7番のガイアメンテ。重賞2戦は掲示板を外してしまってますが、まあ、自己条件ならね、巻き返しは期待できるんじゃないかということで、まあ、経験値というのを買ってですね、紐に拾っておきたいと思います。で、10番のコスモビーコ前売り6番人気。まあ、丹内から吉田隼人、この乗り換わりをどう見るか。丹内が、まあ、乗れないからよ、あの別の機種探したらたまたま吉田隼人なのか、まあ、それとも丹内が乗ってた2頭のうち北岩の方を上位機種に任したのかね、そこら辺が不明ですけどね。まあ、このまま前走小倉で完勝してきてますし、ここも期待はしておきたいと思います。というわけでね、まあ、いつも通りこういった形でまたやっていきますんでね、2歳重賞共同通信杯はメインチャンネル、フェガミ TV でやってます。それぞれね、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。